ここは熊本県宇城市の三角駅です。熊本駅から出ている三角線の終着駅です。天草への玄関口のためか教会風の駅舎です。三角線は途中の住吉駅もロケ地の最寄りとなります。三角駅周辺のホテルはここ数年で結構減ってしまったらしいです。正面左手に見えるのが海のピラミッドです。ここがロケ地の渡船場です。向こう側の島の方がロケ地は多いです。この渡船場の船便はもう廃止されています。時間が限られていたため向こうの島には渡れませんでした。海のピラミッドの外側を登っています。螺旋状のスロープを登っていきます。多少CM っぽい風景です。建物内部を降りていきます。建物内部も螺旋状のスロープです。1階部分の真ん中あたりから上を見上げると螺旋構造が特徴的です。この建物内部も CM ロケ地だと、勘違いしていました。映像をレトロっぽくすれば二階堂CMっぽいと思います。
夜にもう一度来てみました。多少 CM の風景らしきものが撮れたと思います。見えます。三隅に市も含めて観光地は見て回りやすいです。観光のついでに釣りも楽しみやすい場所だと思います。ご視聴ありがとうございました。